前日の試合はあまり監督の采配が良くなかったというメディアの指摘もありましたね。まあそうですね、後半守りに入りたい気持ちは分かっていたんですけども、逆に引きすぎたことによって相手に攻め込まれて失点してしまったわけですからね。シュート、スルーパスにうまく反応。